私の前に現れた謎の女、玉物前。彼女が持つ鏡より放たれた光は、しばし見慣れているはずの風景から放たれる違和感。それは三国と戦国が融合した世界とはまた別。姿を消した者たちはここにいるのか、あるいは何らかの情報を握って。確信は何もない。しかし進むしかない。英雄たちは意を決し、異教の中を歩み入っ。偵察からの報告じゃ、どうやら近くに顔なじみの軍勢がいるらしい。率いているのはリクソンさん。臨時師匠殿が、おっと、喜ぶのはまだ早い。向こうもこっちに気づいてるらしいんですが、なぜか臨戦隊。ああ、戦でも追っ始めようってか。さて、近頃は妙なことばかりですからね。結果、まあ話ができりゃ何かわかるでしょう。とにかく、まずはリクソンさんのところへ行ってみますか。あの御仁なら話が通じそうだ。おいや、ここは川中島じゃな。俺も行くぞ。この風景を見るとわし血が騒いちゃう。相手の剣心殿、残念でしたね。こちらの動きを読まれたのでしつけきれぬなら、どうしましょう。相手がその気ならば仕方ありません。火の手についで目を覚ましてやりましょう。今度はあなたたちですか。すみませんが、容赦はしませんよ。開門をお願いします。全軍攻撃を開始してください。まいったね。リクソンさんなら冷静に話せると思ったんだ。教えねば。残りの敵は東にやがんのだ。とりあえず行ってみるしかねえやな。敵陣に大元気か。芝生に戦えるのか。一応奴と合流しようとする。やるな。くそ、何なんだこいつら。調子で突っ走り、最後まで俺が見ててやるからよ。あのトルデの師匠と私の話を聞いてくれればいいけど、さすがです。お立場にふさわしいご活躍でした。あなたの傍らで軍力を踏めること誇りに思ってますよ。師匠殿、聞こえて
ないね。小太郎が嫌がるのか。この戦、奴が仕掛けたんじゃねえだろうな。風を捉えた。見事、あとはわしの軍略には欠かせんよ。この勝利は皆のおかげだ。手荒な真似はしたくなかったんだが、落ち着いて話せる雰囲気じゃなかったんだね。橘は戦に敗れて命乞いなどせぬ。いるなりやお前らを煮ても焼いても馬がねえや。皆様遅くなって申し訳ございません。どうか。かぐや殿、それに神王殿、せっては本当にあなた方は味方なのですね。大変失礼いたしました。味方のふりをした将に何度も襲われた。そんなことが。ここは神境という鏡の中だと思われます。その敵はおそらく鏡像でしょう。鏡像は鏡に映る本物の影、姿は同じでも。そして神境は旋回の鏡にございます。この中では時空鏡像を操っているのはおそらく玉物前となれば、先にここへ来。詳しいことはまたいずれ。今は二手に分かれ、急ぎ仲間を探。何が起こるかわからぬ世界でございます。どうか皆様。よし、おう、こいつをどうぞ。いや